皆さんこんにちは。前回は相手にメッセージを伝えるとき、時間を選べるのであればなるべく相手が疲れてない時間帯、ベストなのは朝一番という話をしました。なぜなら相手が疲れていないということは、それだけセルフコントロールが効くからです。セルフコントロールは時間とともにどんどん枯渇していきます。皆様もなんとなくイメージあるかもしれないですよね。ダイエットも昼間ではなんとか続けてた。でも夜になってテレビでアイスのコマーシャルとか見ると、もうフラフラと冷蔵庫に寄っていって、冷凍庫の奥底にあるアイスを出してきて食べてしまう。あれは夜になるとセルフコントロールが緩むからです。有名な実験があります。7桁の数字を覚えてくださいという実験です。7、9、4、3、0、5、1という数字を1分間覚えてください。メモは取ってはいけません。この記憶力クイズをやりながら、あなたのそばに野菜スティックとアイスクリームを置きます。そうするとほとんどの人がアイスクリームに手を伸ばしちゃうんです。知的作業をしている、認知が忙しい状態になると、直感的に甘いものに手を出したくなってしまうのです。だから頭が疲れるとついついコントロールを緩んでしまう。朝伝えた方がいいというのは、セルフコントロールが相手が効いているからです。相手がきちんと受け止めてくれる時間帯に喋った方が、もうゆるゆるになってる時間帯になって、もう相手が冗談半分だったり突っ込みながら聞くよりも、ずっといい形でピュアな形で伝わる、お互いにとっていい形になりますよね。今日は前回の具体例を話しさせていただきました。最後まで聞いてくださりありがとうございます。